日本岡山県岡山市北区丸の内丸の内は岡山県岡山市北区にある町日の都である。岡山城本丸が所在する。郵便番号は郵便番号700-0823。人口は1丁目が373人、2丁目が266人。世帯数は1丁目が213世帯、2丁目が141世帯。岡山市中心市街地にあり。 旧内、山下地区の県庁通りから北部にあたる。旧岡山市立内山下小学校等南角にある、石山跡から南下して、内山下一丁目の南端、旧大手門関付近に達した街路を境に、西側が丸の内一丁目、東側が道二丁目となる。当地の南側は内山下、西側は表町、北側は石関町、天神町。 東側には旭川が乱流しており、旭川を挟んで、高楽園、故郷町と接している。丸の内2丁目の県庁通り南側には、岡山県庁が所在する。ジョーク改定のため、現在は丸の内2丁目に、岡山情報丸が所在するほか、岡山市民会館、林原美術館、岡山県立図書館、RSK 山陽放送などがある。また、 一丁目には、日本銀行岡山支店や中国銀行の本店、などが所在している。以前は、上記の他に当地には、岡山赤十字病院や坂木原病院、岡山市立美術館、NHK 岡山放送局なども立地していたが、いずれも市内予想へ移転している。また、当地には、岡山市立内山下小学校や岡山市立、 丸の内中学校も所在していたが、周囲の学校との統廃合により、両校とも平行となっている。丸の内中学校跡地には前日の県立図書館が新設されている。なお、岡山市立内山下幼稚園は現存する。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。天正元年、浮田直江が、 現在の RSK 山陽放送あたりにあった石山城に入城すると、直ちに城下町の経営に着手。古・秀家は石山の東の岡山に本丸を移し、現在の内山下、石関町などの一帯を城郭に取り込み、これを中心にして城下町の骨格を作り上げた。丸の内は内山下や天神町、石関町なども含め岡山の地名の発祥地であると言える。 丸の内とは城郭の内側を意味する言葉である。当地の大部分は岡山城の内部にあたり、さらに当地内に本丸が所在することが地名の由来となっている。ありがとうございます。